はい、対戦よろしくお願いします。ということで皆さんこんにちは、こしあんです。すいません、まあ多分2日連続アレスの動画になってると思うんですけど、いやこの補正神ターン多すぎなんですよ。神ターンと耐久とか、あとまで気がちょろちょろいるかなって感じかなっていう補正、うん、特に神ターンが本当に多い。じゃあどうするかって、やべ、ランジェルアレス使うしかないでしょうこんなもん。ってことでやっていきます。まあなんとなく今日は弁財天にしました。はい、別に弁財天はいらないです。違うのにしても OK です。僕はちょっとロマンを求めて弁財天にしてるだけなんでね。ってことでまあやっていきましょう。お相手さんは早速神タンです。でラヌがもうアレスも引いちゃってるんでね、まあどうしようかな。 B さんから来てくれたらいいんだけど、 X から来られるとちょっと痛いかなっていうのがあるけけん、まあいいや。B さんから来てくれたし、そいつコンボライフバーストでしょ。 OK 行きましょうか。マイティからもう B さんから来てくれたらもうこっちのもんですよ。もう変にマナ3枚置いてるわけじゃないけど、まあマイティは取りに来ないと思うんで、で神タンに対してまあそうですね、なんだろう、警戒しとくのはまあイシュタルミューズぐらいかな。イシュタルで思いっきり捕食されて殴られながら回復されて、まあ最後エンデガバイセもしくはフェリア、ここら辺で一発で2万とか持ってかれてダメージ出されたら負けます。まあそういうのをないようにしたいんですが、さあお相手さんはピリカ X、 まあもうアレス打っちゃっていいかな。もう勝つんだったらもうアレスを打つのが安牌だと思う、 E4 に。ただ僕はない、あダメだ、あベランジェル置いちゃった。勝つなら絶対アレスだけど、ベランジェルを置きたくなってしまったんです。本当に申し訳ない、僕はベランジェルを使いたい男なんです。どうかな、お相手さん殴ってくるかな。殴ってきたらたくさん回復しますよ。さあお茶子が出てきましたが、まあそんだけ2500もダメージ与えてくれたらそりゃこんだけ回復しますよ。どうしようかな、これダブコーン作る、 E4 行く、いや怖い、あでもダメだ、ちょっと怖いんでこっち行きます。はい、そうです、ちきりました。 E4 に行ってベランジェールが、ひっくり返らなかった時にダブコーン食らって負けるのが怖くて僕は逃げました。うん、さあお相手さんは、おーおんおほ、それはカレーフティス、そんな駒が入ってるんですか、びっくらこいたね。ラヌが打っちゃおう、ほら帰れ、よーしよしよ、いいいいぞ。これでランドシャークが帰ってくれたんで、まあコンボをつないだらベランジェールとランドシャークで通常で回復しながら通常ダメージを与えられる、で特殊ダメージを出したらサヤカが帰るという感じで、さアラクを打ってきましたが、いいね、バフをかけてくれるとこれで1万近く回復できるかな。で残りお相手さん6700、さあそして弁財天も引いてくる。うーん、まあここはそうですね、受け持ち打って全回復で、まあ次ベランジェールのコンボを使って終わりかな。使えたら、使えなくてもまあとりあえず罠張っとけばどうにかなるんじゃないかと思ってますが、 C1 来られたらやばいかな。まあそろそろ特殊出してきてくれるでしょう、おばちさんもちょっとダメージ出さないとと思って。はいはいはい、エンデガたちが来ましたね。それ全然飛びません、なんて言ったって僕はもう HP マックスですから。あー楽しい。はーい、対戦ありがとうございました。はーい、対戦よろしくお願いします。ほらね、神タンが多いんですよ、こんな感じで。もうたくさんいすぎ、どんだけいんのって感じ。そりゃあのシーズンマッチの使用率でも今日の補正神タン時間帯によりますけどね、 20% 超えてくるんですよ。5人に1人、4人に1人、まあ、これぐらいの値で神タン使ってる人が多いこの補正。まあなんで、まあ初手は意識から行ってダメージを出させない。はいはいはい、ミューズでバフを持ってきました。どうしよう、どうする、
たまだベランジェールは置かない、一旦ね、まだここで特殊出されてもしょうがないとして、次に置くか何手目に置くかちょっとまだ考えてる。お相手さんが絶望するタイミングに置くのが一番いいと思うんだけどな。どうしようかな、マイティ、いやマイティも置きたいな、両面返しは置いておきたい。まだベランジェールは行かない、行かなくていいのか。これ左下 X 来たらベランジェール置いてミューズに当てるっていうことでもする。あー2枚返しか、いやあと3手置けなさそう。ラヌが来たらラヌが打ちたいけど、まあ来なければマディスマディンかな。さあ何が来る、サヤカ、いやサヤカ捨てるか、あえてサヤカを捨てる、まあ、マディスマディンでもどっちでもいいんですけどね、どうせ取られるんだから。これ殴りで取られるのが一番嫌だかな。うん、まあさすがに X とかには来ないよね。まあ X 来られても全然いいんですけど、ベランジェル置けるんで。さあ麦置かれてバフを盛られていく。さあキリンを引きました、これはナイス。一旦マディスマディン置いて、まあでもマディスマディン取ってきそうな気もしますよね。これ皆さんどうですか、皆さんだったら取るでしょう、僕でも多分取る。でも取ってもいい、1枚返しだから。まだ僕は1万2000の体力があるから飛ばされない、その状況でどうするか。そうですね、ベランジェールを今置きましょう。今こそお相手さんが次のターン飛ばせると思ってるこの状況で、僕はベランジェールを返せない位置に置いておきます。これで絶対神ターン僕のこと飛ばせないんで、しかも僕はキリンを引いている、お相手さんはプティじゃないや、金麦とミューズでバフを持っている。これはいい回復ができるんじゃないでしょうか。お相手さんは何を出してくるかな、フェリア、オッケーオッケー、素のダメージで3600通常ダメージ、これをしっかりと回復して特殊は大丈夫はい、絶望。もうね、僕の手駒にはアレストラヌがいるんで、もう2回リペアできちゃうんですよ。もうお相手さんこれはねえ、天変地異が起きたりしたとしてもほぼほぼ神タンでは勝てないと思います。はい、今春秋打ったとしても、もうそのちょっとした通常ダメージが反応して回復しちゃうんですね。でしかも特殊ダメージを出せなかったっていうことは確定でベランジェールがリペアされちゃうと。はいそしてラヌガのコンボが確定しているので、お相手さんここで飛ばさないといけないんですが、見てください、このキリンと弁財天のダブルオーラ、2600の通常ダメージだけでもこの回復1万ほぼほぼ全開。すいません、神谷さん、このムーブができたらベランジェールは神谷にも勝てるんですよ。そうですね、やっぱりベランジェール置く前にもう X からガンガン攻めて殴られない限りは勝てちゃう。はーい、対戦ありがとうございました。はーい、対戦よろしくお願いします。いや、メルベユールおんのかーい。今日のデッキがちょっとメルベきついべ。いやきつい、マディスマディ入れちゃってるしね、神タンがいるかもしれないからって言っても、転結神タンとかを見越してマディスマディを入れてるので、入ってません、毒罠が入っておりません。普段だったらペレツ入れたりしてるんですけど、今日は入れてない。じゃあどうするか、まあお相手さんのこのメルベユールがあれですね、毒ダメージ主体ではなく特殊ダメージを結構出してくれることに願いましょう。それ以外だとどう頑張っても勝ち筋が見えないんで、とりあえずちょっと一回伸ばして回復して延命していきましょう。よしよしよし、いやー何を引くべきなんだ、ランドシャークか。とりあえず両面返しの罠プラスランドシャークを引いて、まあ、通常ダメージからダメージを与えていければいいと思うんですけど、どうしようかな、これ、いや悩むな、コンボ繋いじゃおうかな、ダメージ出さないといけないからな、ミサトで繋ぐかサヤカで繋ぐか、まあサヤカか、まあさすがにお相手さん3枚返ししてくるんじゃないか、どうだろう。いやメルベ繋いでくるってある？ありえます？それありえた、普通に繋いでこられた、痛すぎ、
しかもファビオでしょ。ワードクダメージばっか入るやんけ。ね、ミサトさん、いや、一旦もう一回メルベのコンボ使いません？どうですか？特殊出しましょうよ。ね、お願いだから一回特殊出して、うん、アナゴマ。じゃあミサトさん置きますか。いや、これ発動するか、特殊罠。全然発動する気配がないけど、マディス・マディン。うん、まあマディス・マディン打つんだったらミサトさん打つかな。まあミサトさん打つでしょ。で、どこでリペアを使えばいいのか。マイティ当てもワンチャンあるか。もう一枚罠置いて。それでもな、ダメージが辛いからな。いやー、次どうしよう。おばいちさん、どこに来る？マナゴマでそこ繋いでくるのか、ファビオ。一応、ミサトさんは発動するけど、他のコマが発動してくれない。ここでリペアすんのも違うような気がするけど、リペアした方がいいのか。ラヌが、いや、どうする？マディスまで置くか、言った。で、いや、発動するんかい、ランドシャーク。ラヌガでマイティ当てだったか。いや、でもさすがに HP が持たなそうだからな。次か。次ラヌガ打つか。お願い、罠発動してお願いします。どうにかしてちょっとでもいいんで、ちょっとでいいから特徴出して。お相手さん、ほんのちょっとどうですかね。えファウストのコンボつなぐってどう？でも7600ファウストのコンボで飛ばされるかもしれないと思ったら、やっぱり最後は毒ダメージを打たれるのね。発動しないって、わらが。どうしたらいいんですか。さよなら。いや、もう意識でいいか。僕は、ラヌガとアレスを最後まで打たない。さあ、飛ばせよ、フェルベユール。もう何でも飛ぶだろう。3500ぐらいだったら、ああ、最後の最後に特殊を出してくるんか。もっと早めに出してくださいよ、そのセクメと。そうすれば、アリスでワンチャンあったかもしれないのに。まあ、これはしょうがないですね。GG。はーい、対戦よろしくお願いします。さあ、神タンが来ました。僕のターン、ベランジェール、引いてる。ありがとう。どちらにしようかな。とりあえずはポリプスからいきますか。ポリューから打って、さあお相手さんはどうきますかね。ベランジェールを早めに置きたいっていうのはあるけど、さあ X、 うん、この進行がつらい。どうしようか、上に逃げるべきか。いや、追っかけられるだけなんだよな。でも囲っていいのか。まあベランジェールいるし囲いますか。とりあえず一旦ちょっと殴るのやめません？本当殴るのやめてください。お願いします。お相手さん、ダメよ殴っちゃ。強い。引きが強い。何ですかそのエルティナからのフェリアムーブっていうのは。どんだけ強いんじゃ。マンリュウ王だとそんなことができるんですか？まあ、たまたまでしょうけどね。まあ、僕はベランジェル置きますよ。僕も引き強になりましょう。繋いでくるかな？繋いでこないでほしい。本当にお願いします。いやー、まあそれぐらいだったらありか。弁財天引いてますし、これで 1.3 倍されて、うん、いい回復。いや、フェリアのなーコンボがなー、バフだったら一番良かったんですけど、まあこれはしょうがないか。アレス、いや、まだアレスは打たないな。もったいなさすぎる。まあ両面返しですね。 100% 返せるミサトさん置いておきましょう。まあこれでどうにかなる。ミサトさんとベランジェールでどうにかしていくっていう感じで行きたいと思います。そしてお相手さんは、うん、ミューズを打ってくる、強い。どうするこれ。あのね、まあ、これはね、アレスです。アレスを打たなきゃ僕は負けます。どこに打つのがいいんだ。3枚じゃないな、こっちかな。こっちに行って、でこれでシェムケリーのコンボつないでこないな。うん、来ない。ベランジェールが見えてくるからそんなことはしてこないんですけど、でも僕次のターン4枚返しされるでしょう。これ耐えれる4枚返し。15000。あ、無理っぽそう。16000か。あー、僕も引き強かった。最高。はい、ラヌガでリペア。これで全然ダブコンしてもらってもいいんで。あ、ダメか。16000。いや、ダブコンでもさすがに16000はいけない。うん。で、ダブコンしたら、ね、僕のベランジェルがね、僕の体力をマックスまで回復してくれるでしょう。さあ、お相手さんはランを捨ててくる。まあ、それでも十分回復できるんで、それは OK として。
エンデガー打てないね。エンデガーが打てません。どうする？4枚返しは耐えれそうだし、とりあえず罠を置いとくか。どこに置くのが正解なんだこれ。ここちゃうな一番打たなくて良さそうなところに打っちゃった。まあ大丈夫。そこにクレルしっかりと発動して、リリテを打つべきか。言うてお相手さんバフないからな、ミューズぐらいしか。まだ飛ばされないかな。でもまあ怖いんで回復しておきます。念には念を入れておく。で本当にとりあえずダメージ出してくんないかな。飛ばせないんですよ。ダメージを出してくれた、ありがとう。よし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 、これでエンデが打てますね。どうだろう、 1.5 倍3枚返し、まあ余裕か。ベランジェルのコンボもありますけど、まあ、とりあえずミサトさんでねバフ上げて OK、 ナイス引き強対決に勝っていく、ジジイ。はーい、対戦よろしくお願いします。さあまた満了。どうするこれ。一旦マディスマディンかな。マディスマディンからのランドシャークでいいと思うけど、さあお相手さんまた X だー。いやーきついきついきつい、 X はやめてくれ。さすがにねベランジェールいないからかっこいいねんだよな。いやでも上逃げるか。これで下に来てくれたらありがたいけど、追ってきそうだよな。でもしょうがないよね、追ってこられたら追ってこられたで。さあピリカ、まあピリカだったら全然 OK。 まあ踏み穴読みしてほしいな。ポリプス打つと思うんですけど、さあ弁財敵来ちゃった、事故っちゃいました。いけ、ポリこれでどうにかせいね。おやつさんこれ踏み穴です、踏み穴ね。どこからどう見ても踏み穴でしょう。そう見えませんかねえ。見えませんでしたか、そうですか、悲しいね。マイティオッケー、ナイスマイティ。これ角取っちゃっていいかな。これでいきましょう。さあお相手さんはランドシャーク取ってくるんじゃないか、いや取ってこないか、どっちだ。ランドシャークを取ってきたら取ってこない。これどうする。お相手さんどう来る。それはニテル飛ばしに来てるっていうことか。まあ、アレス打ちますか。どこにアレスが一番いいんだ。3枚返し。いや、次のこと考えたらこっちか。これで罠を取ったらアレスのコンボが打てる。で、罠を取らなければ、アレスを取ったら罠が3枚残る。あ、トップブティ引くの？そこでトップブティ引いちゃダメでしょう。ちょっと無理だって。あー、エンデが飛んできた、それダメじゃん。飛ばされるんですけど、お相手さんもしかして勇気10代みたいにデスティニードローできちゃう系の人ですか。あー負けたジジイ。はーい、対戦よろしくお願いします。大将じゃないかーい。神タンは神タンだけど、それお前大将じゃん。まあいいや。あー初手から S 罠で思いっきり殴ってこられるとすごいね。5500も削られちゃった、さすが大将。ただお相手さんはねフィオラなんで回復してくるんですよ。それがまた憎い。この回復しなければいいのにと思うんですが、僕は罠駒を置きまくってどうにかしてやろうと思います。さあお相手さんはまあ基本 X だよね。大将だったら、大将じゃない駒もね、最近の大将はねフェールノート入ってたり、まあいろいろ大将じゃない駒に浮気しまくってますが、まあ弁財天と、とりあえず逃げましょう。逃げてから考える。お相手さんこのさやか、まあ取りに来ないか、そんな。取りに来られてもたくさん罠置けばいいだけの話だから。さあザードが来る、そこにザード、それなら回復で特殊が出されないから攻めていいんじゃないかな、これ。左下 X で。どうですか、これで。3枚返ししますねえ、コンボ使っちゃいます
でも2枚とも特殊罠なんで発動しちゃうんだな。もう3枚返しでつなげられたら僕アレス打ちます、 E4 に。あ、さすがにそれは来ないと。罠置きたいな、発動する罠置きたい。ベランジェール、いやまだだ、まだその時ではない。どうなんだろう、置いちゃってもいいのかな。まあいいや、とりあえずランドシャーク置いときますか。ベラはまだその時ではない。で、お相手さんシェムケリーも入ってんのか。そんな代償の駒入ってない系かな。まあバイスが来る。まあ代償の駒入ってないっていうより僕が罠駒たくさん張ってるから代償してない系か。まあ次から多分代償が飛んでくる。どうしよう、ベラ、アレス打っちゃう。まだかな、ちょっと一旦受け持ち置いて、受け持ち置いてからの次アレス。もうできれば根核にアレスを打ちたいんですよ僕は。打てないかもしれないけど、どうにかして打たしてください。お相手さんクラフィール、おーっとそこにクラフィールか。まあ、角は取れるし、いやてかクラフィールの代償痛いけど火力もやば。ここはねベラ置きますか。もう満を持してここでベラ。お相手さんの心理的にクラフィールと、シェムキリーのコンボつなぎたい、ダブコンしたいと思うんですよ。どうでしょうかね、そこのコンボ使いたいよね。でもシェムケリーのこの 1.8 倍しちゃうと僕のこのベランジェールが発動して回復しちゃうんですね。よしよし、この回復はかなりでかいぞ。あとはそうですね、4分の3勝てるかどうか頼むぞ。アレス頑張れ、ベランジェールを蘇生させろ。さやかが一番いらない、さやかが一番いらないけど、さやかもリピアしちゃうか。まあ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 、オッケーオッケー、次ランドが打てばいいだけだから。ランドシャークを返してくれたのはでかい、何が何でも発動するんで。さあお相手さんは最後にイズナを打ってきますが、まあそのね特殊ダメージでもさやかが返って終わりよと。雷撃より先に特殊ダメージが入るんで、まあ雷撃ダメージ食らっても、あ、通常で飛んだわそうだ、ランドシャークいるんだった。はい、勝ち。はーい、対戦ありがとうございました。